十二支のお正月遊び。1月1日のお正月、干支十二支の動物たちは神様に新年の挨拶をしにやってきました。明けましておめでとうございます。挨拶を済ませると、神様はみんなを別の部屋へ案内します。そこには見たことのないものがたくさん並んでいました。うわぁ、なんだか楽しそう。神様、これって何ですか？これはな、お正月遊びといって、新年にみんなで遊ぶものなんじゃ。ほれ、やってみよう。神様はみんなを座らせると、目も鼻も口もない顔の絵を広げました。これは福笑いといって、目隠しをしてから鼻やら目やらを正しい位置に置く遊びじゃ。新年の福をお祈りする遊びなんじゃよ。早速ネズミが目隠しをしてやってみます。目はここで、鼻はここかな。置いているそばからみんなはクスクス。出来上がってみると、なんともへんてこな顔。全員お腹を抱えて笑い転げました。これ面白そう。猿が手に取ったのは羽子板です。羽のついた玉をこの板でついて相手に返すんじゃ。打ち合うことから魔除けの遊びとして人気なんじゃよ。神様はカーンと羽をつくと、猿は大慌てで返しました。この駒は紐を巻きつけて地面に放って回して遊ぶんじゃ。一人で立って回るから、子供が早く立派に独り立ちできますようにという願いが込められた遊びなんじゃよ。神様は虎に巻き方を教えながら言いました。神様見て見て。呼んでいるのはウサギとタツ。神様は上を見上げながら言いました。おお、高く上がっているな。これはたこ揚げといって、空を見上げると健康になれるっていうことで、新年の健康を願う遊びとして人気なんじゃよ。他にも、カルタやスゴロクで遊んだ干支十二支たち、みんなそれぞれ気に入ったものでたくさん遊びました。すっかり日が暮れた頃、楽しいお正月になった。今年もいい年になりそうだ。みんなは神様にお礼を言うと、それぞれの家へと帰っていきました。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブと友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。